鉄ッ美術館、清工人清澄寺本堂の北東奥にある、富岡鉄ッ鉄イ美術館は、兵庫県宝塚市の清工人清澄寺境内に、ある美術館。1975年4月に開館。第37世保守、坂本工場が収集した、清工人清澄寺所蔵の漫画家、富岡鉄ッのコレクションを、広く公開展示することを目的に開設された。 個人美術館である。坂本工場は、当時の交流に尽くした人物だったが、これと同じくらい、懸命に取り組んだのは、鉄斎の作品収集だった。工場が入山した当時、宝塚はようやく、宝塚歌劇団ができたくらいで、工場はこの地に宗教と文化の花を咲かせたいと、願っていた。そんな折、新都総大で鉄ッと信仰のあった、西宮の酒造家、 達馬一層から世の中の流行に動かされず、常に無欲である人格者、鉄斎の作品を集めることを勧められる。そして、達馬から送られたサンスイズがコレクション第一号となる。工場は修行の傍ら、鉄斎の研究と作品収集に努め、大正十一年つてをたどって、京都の鉄斎を訪ねた。直接鉄斎にあった工場は、さらに、 鉄斎の人格と芸術に惚れ込んでいった。やがては鉄斎を成長時に招くため、百連、百連堂を建て、同時に茶室、春光案も設けられた。百連は、鉄斎後年の号にちなみ、春光は、鉄斎の妻、春と、自身の名から取った名付けである。鉄斎はすでに恒例だったため、清澄寺来訪は叶わなかったが、代わりに裁判年の作品十二点が贈られ、 工場が書の手本を買うと、鉄ッは全席壁譜書3冊本を届けた。この全席壁譜書は、鉄ッが3日3番で書き上げ、想定も、鉄ッ自身の手による。鉄ッは亡くなる3日前、工場へ感謝の手紙を書いており、感激した工場は、鉄ッ検証を新たに決意する。工場は、その後、鉄ッ芸術の公開と進行のため、 世界各地で巡回展を行い、フランスのギメ美術館やバチカン美術館、アメリカのボストン美術館、カーネギー研究所、モスクワ東洋文化博物館、東京国立博物館、東京国立近代美術館などに作品を寄贈、その総数は65点になる。これでテッの芸術を世界に広く発信することはできたが、まだテッ芸術の本質を伝えることはできていないと感じ、 昭和41年研究委員会を発足、翌年には鉄砕研究所を設立、研究し、鉄砕研究を発行を目指す。この第1号が出る直前、工場は95歳で宣言したが、この企画は時代にも引き継がれた。その間の昭和50年に、鉄砕美術館は開館。さらに、平成11年美術館に併設された新収蔵庫が完成し、 現在に至っている。鉄砕研究は、富岡鉄砕の作品に付された三分の読解研究を目的とした研究史昭和44年から平成8年まで、途中休館を挟みながら、第71号まで刊行され、鉄砕を研究する上で欠かすことのできない資料である。鉄砕が自分の顔を見るなら、まず3を読んでほしいと語っていたことはよく知られているが、 その三文を読みこなすのは極めて難事である。決裁の書体は、癖が強く、年と共に変化し、古事、展示、霊あざ、木あざ、俗字などを自由に織り混ぜる上に、脱字が散見される。そのため必ず原点を確認しなければいけないが、その原点も、気候本が多く入手が困難な上、入手できても今度はそれを正しく読みこなすのも難しい。それでも、 石学や関係者の協力を得て、外泊な知識を持つ鉄ッの三文のもととなる転石を丹念に調べ上げ、掲載された作品数は1900点になる。その中には若干の願作が含まれるものの、それも研究という視点からすれば十分参考になるであろう。鉄ッ美術館は昇降殿の名も持ち、前提の左右には、 鉄斎と春の出生地などの名跡が廃されている。収蔵する鉄斎作品はおおよそで、絵画580点、初級10点、清水六兵衛が作刀した陶器や木製、竹製の器物に、鉄斎が絵付け足した器岩が100点、粉本350点、書簡が約50点、筆録300点、愛蔵本300点、愛蔵品100点に及ぶ。現在は、 鉄祭の周辺資料の収集にも力を入れているという。他にも、同じ鉄祭愛好家という間柄から、陶芸家、荒川豊造とも交流し、豊造の半世紀にわたる、作刀の歩みが外観できる270点余りの作品を収集。平成5年には、豊造の地元にある、岐阜市歴史博物館に20点の作品を寄贈している。また、 地元兵庫の書家で、やはり鉄斎の書に資縮していた森田史流の書も、鉄斎美術館門票、商工殿変額など35点所蔵している。年に4、5回の特別展を開催。入館料は、宝塚市立中央図書館内に設けられた商工文庫の美術図書購入基金として、全額宝塚市に寄付されている。ありがとうございます。